さっきまであったのに。あ、あ？おい、ここにあった指輪はどうしたんだ？そんなに慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと取り置いてあるからさ。え、ほん？いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。え、なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。え、いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。あの、ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。え、本当に？ありがとう。そのこれなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああ。そうなんだ。そういえば